ドラゴンゲート7日の後楽園大会でメキシコ遠征から帰国した西川拓馬26が鮮烈な日本デビューを果たした。西川は昨年からメキシコの登竜門カーサで武者修行を完光。そのまま現地時間9月8日にメキシコでデビューを果たしていた。この日、日本初試合となったメインの6人タッグ戦でドラゴンキッド、ヤマトとトリオを結成しドラゴンダイヤ、 吉岡優樹菊田惑組と対戦。大歓声を浴びながら入場した西川は、菊田を強烈なドロップキックで場外に吹っ飛ばしてから豪快にダイブして追撃するなど鋭い動きで観客を沸かせる。さらにダイヤをパイルドライバーの形で持ち上げてから足と首をロックするメキシコ仕込みの複合関節技も披露した。その後、攻め込まれる場面もあった西川だが、 最後は相手の手首を取って叩きつける変形ボムでダイヤをマットに叩きつけて3カウントを奪った。上々の日本デビュー、なった西川は初めまして、メキシコでの武者修行を終えて帰ってきました。1年前、メキシコでデビューしてついにこの憧れのドラゴンゲートのリングに帰ってくることができました、と話し歓声を浴びる。だが、ここから風向きが変わり始める。まずは、 一年前の僕には気づけなかったことがあります。ドラゴンゲートのレベルってこんなものなんですかドラゴンゲートってこんな感じだったんですかとまさかの上から目線発言だ。ヤマトと菊田に詰め寄られると、本当のこと言われたからって怒らないでくださいよ。実際、今日3カウント取ったのは僕です。それが事実です。正直今日はがっかりでした。 もう少し危機感持って毎試合臨んだ方がいいですよ、と二人に説教まで放った。その後、極悪軍団の Z ブラッツから勧誘されるも勘違いしないでくださいよ。レベルが低いっていたのはあなたたちも同じですよ。かえって早々、あなたたちとつるむ気はありません。僕の一年間を舐めないでください、とばっさり。さらに最後に、 今日から僕はリングネームを新しくします。新しいリングネームは tn レボルシオン、tn レボルシオンです。レボリューションじゃないですよ。スペイン語で革命を意味するレボルシオンです。革命を起こします。とどこかで聞いたことがあるようなないような気がする名前への変更を宣言した。なんだかとんでもない大型新人が現れたことは間違いない。